皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマは、ピンチから逃げない人にはチャンスの女神が微笑むというお話をしたいと思います。教室運営をしているとですね、当たり前ですけど全てが順風満帆にいくわけではなくて、ピンチっていう種類のピンチもですね、お客さんとの例えば気持ちの行き違いとかトラブルとかっていうことで、ちょっと辛い目に遭う場合もあるし、あと自分に非がなかったとしても何かこう外からの要因によって巻き込まれちゃって残念な目に遭うとか、そういうケースとかもあり得ると思うんですよね。だからそのピンチっていうのは全くないっていうのは基本ないと思った方がよくって、あとピンチに対する捉え方っていうのは人によってやっぱり違うのかもしれないですね。例えば私にコンサル生さんが相談をしてくださる時とかっていうのが、例えば自分が乗り越えてる系とか処理してる系とかが多ければ、いやそんなの普通だしとか、いやそんなの普通にみんなもやってるよとか、できちゃうことだから大丈夫っていうことを言ったりとかすると、あ、案外自分の悩みってそんなに大きいものじゃなくてみんなもそうなんだとかね、そういう話になったりとかっていう時もあるし、あとはお客さんとのトラブル、例えば新しいことをやってそれがちょっと失敗しちゃった時とかにですね、やっぱこれはうまくいかないからやめようみたいな話を、そう思ってるんですとかって言われた時に、私がアドバイスしたことがあるのが、やめてもいいんだけれども、手を変え品を変え同じ試練はまたあなたのところにやってくるっていう話をしたんですよね。ピンチっていうのはそういう神様っていう人が、いるっていうふうに、私は別に神様論者じゃないんですけれども、その人に乗り越えられる試練しか与えないっていうところを私は思っていて、今その時期に来たからそのピンチが来ている、で試してるんですよね。でその時に例えば逃げるとするじゃないですか。そうするとまた違う同じような環境で同じような試練が来ることになっていると思っているんですよ。だから実際に逃げるとやっぱり追っかけてくるっていうのは実感しているので、私は基本その時に出会ってしまった困難っていうのはその時にもう乗り越えるっていうのを決めていたりしているんですね。なのでピンチっていうのはその人が乗り越えるべき時期が来たからそのピンチが来てると思えば、それをどうやってうまく乗り越えるか、逃げないっていうのが大前提になるんですけど、どうやってうまく乗り越えるかっていうのをすると当然ですけど成長します。で私の場合はですね、会社員の時の方が全然やっぱしんどかったですね。責任の重さが、特に部長職とかやってた時には部下の分とかも責任を担保してましたし、損害が出やすいような部分の話とかの折衝も出てきますし、あとはクレーム産業とは言いませんけれども、住宅とかはやっぱり人がそこに住むので、住宅業界の時にはお客様からその自分そのものがじゃなくて、工事をした工務店さんとか工事をした業者さんとかっていう人が関わってきながらみんなで家って作っていくので、どっか一個かけても当たり前ですけどクレームになっちゃうんですよね。でそこをどうやって理解してもらって納得するか、もちろん自分の会社が悪ければ誠心誠意を持ってスピーディーに対応はするんですけど、そうじゃなく理不尽な話を言ってくる人もたまにいらっしゃるんですね。でそういう場合にどうやって理解をしてもらうかっていう、交渉術というか説得術というか、そういうものも必要になることもあったりするんですよね。だからピンチっていうのは基本誰にでもあると思った方がよくて、ただ捉え方で楽になる場合はありますね。別にみんなもやってる大したことはないって思って立ち向かえるか、ただ一つ私がアドバイスしたいのは、その場で逃げたらもう一度来るっていうことだけです。だからどうせ出会ってしまったらその時潰した方がいい、これだけはね間違いなく言えますね。だから見えてるチャンスじゃない、ピンチはチャンスに変わると思って、それをどうやって乗り越えようって
ていうのを考えて前向きにアグレッシブに潰していく気持ちがあるとですね、大概のピンチはピンチでなくなるケースが多いです。特に教師の先生業のレベルだとあんまりこうなんていうのかな、命取られる的なところって当たり前ですけどないじゃないですか。あんまりこう直接生き死にに関わるところのレベルじゃない場合が多いので、そういう意味では住宅とかの方がしんどい感じはしましたけれどもね、家に関わることだったから。なのであの生活直結よりは、まあ、その楽しい付加価値を提供するような部分になるので、乗り換えられない困難はないっていうふうに思った方がいいかなっていうふうに思ってますので、ぜひそんな感覚で捉えていただければというふうに思いますので、頑張ってください。それでは。